こんばんは、おもちゃんです。今回ですね、紹介するのはこちらの、ガンダムプラモデル、メガサイズモデル、48分の1ガンダムです。で、こちらの商品なんですね。定価が8100円。で、今現在5200円から5800円ぐらいでね、売ってますので、よければ買ってみてやどうでしょう。でですね、中身の方なんですけどね、このプラモデル。こんな感じですね。ライダーマスコルと大きさ比較、こんだけねでかいんですよ。でこのでかさのやつにね体がついてるという。じゃあ一回、ね、これ体につけて、でですね、こんな感じですね。うわー、めちゃくちゃでかい。もう全然おかしくないもん、この顔でも。大きさね。マスコレ乗っけてこう、違和感がないぐらいでかいっていうね。こういう。すごいね。大きさは 37.5 センチ。まあ、40センチ近く。取り返しますちゃんとしてるやつ、あれどこ行った、ちゃんとしてるやつ、いやこれですね、うん、でこれね一切セメダイン使ってません。で一切、色も塗ってないし、シールもね貼ってない状態です。でこれだけ完璧に、これでかいとね、これちっちゃいからつもね、この顔のね、ここの、なんていうんですか、ここの黄色いのもパーツなんですよね。シールでもないし、目の部分もね、クリアパーツなんですね。一切塗ること塗る必要もないし、セメダイもシールも貼る必要ない。シールね、いくつかちょっとねついてます。いくつかっていうか1枚なんですけど、水で貼るタイプのシールなんですけど、ただこれね、マークとか、なんていうんですよね、ちっちゃいね、英語とかなので、まあ、貼らない人は別にね、気にならないぐらいの程度のやつなんですよ。俺もあんまりこれ、水シールとかね、シール貼るの好きじゃないので、貼ってないですけど、こんな感じですね。まあ、超かっこいいね。動きも可動もね、ここのスカートの部分動かせるので、ここまで足を全部可動します。の入れた、よいしょ。でで、ですね、ここかな、これ皆さんここね取って、このセミダインでつけてるわけじゃないね、簡単に外せるんですよね。でここのここに止めて、ここにつけて、にゃーっと、これです、二刀流。これ買いでしょ。これ
もう48分の1っていうのはね、もっといろんな種類のね、モビルスーツ出してほしいんですけど、今現在ガンダムと量産型ザク、シャーザク、あとガンダムエイジ、これぐらいしかね出てないんですよ。でもね、全部ね出来がいい、この48分の1が。なんでですね、よろしければね買ってみてはどうでしょう。またね、レビューしますので、その時はよろしくお願いします。それでは。